おはようございます。ちかです。今日は5月30日午前6時ちょっと前くらいです。今日からね、私が住むアパートの隔離が解除されまして、無事外に出れたということで、これからね朝散歩に行きます。なんせ3週間ぶりの外出で街の状況が全くわからないので、とりあえずダナンの観光目利き通りであるチャンフー通りをずっと歩いていこうと思います。久しぶりにね、ライブ動画風にずっとねビデオ回していきます。ということで、今回はコロナ第4波が落ち着きつつあるダナンの街を一緒にお散歩していきましょう。では早速行きましょう。ほいほい、スタートはねドラゴンブリッジと反対側のチャンフー通り端っこです。なんで、ゴールがドラゴンブリッジの前あたりになるかなと思います。結構ね朝早いんですけど、やっぱりね皆さん運動されてますね。ベトナム人の方は朝が早いので、結構もうね暑いな。日がちょっと出てきてるのですでに暑い感じはしますね。お花がめっちゃ綺麗ここがね日本食専門店、日本食材専門店のアクルフィですねと思ったら、おう、店舗移転というふうに書いてありますね。いつの間に、こういうね、なんだろう、日陰は涼しいです。まだね、人通りは少ないんですけど、これはね別に、なんだろう、コロナが流行してるからというよりは朝早いだけですね。こんな感じで私が隔離されている中、皆さん朝から普通に運動してたのかな。もうねすいませんね、マイクつけてると多分息とかもめっちゃ入ってるんだけど、本当に3週間、ずっとね編集してることが多くって、全然運動とかしてないんで、もうねなんだろう、マンションアパートから外に出てちょっと歩いただけでめっちゃ息苦しいです。バイクじゃなくてこのバスか、バス停ですね。ここチャンフー通りのバス停ね、動いてるのかな。バスもねストップしたんですけど、今動いてるのかな、わかんないな。で全然外出てないから、でも多分ねバスはまだだと思います。バスね動いてるの見ないから。でもね、隔離の最後1週間ぐらいからもうね交通音とかよく聞こえてきて、だいぶ戻ってきてるかなっていう感じしてたんですけど、そんな感じですね。結構ね車通ってる、タクシーも今通りましたね。普通にねタクシーとかデリバリーも復活したので、いつだったかな、一昨日か、もうね隔離明ける頃だったから今更って感じだったけど、ねデリバリーがあると便利なのでいいですね。はい、ここにね標識がある。たらーん、はい、チャンフー通りです。ここねずっとまっすぐ行きましょうか。どれぐらいあるのかな、 Google マップ的に言うとずっと歩いていくとここから3、40分ぐらいということになってるんですけど、こんな感じで行くんでね1時間弱ぐらいはかかるのかな。久しぶりの外は気持ちいいですね。これもねコンドミニアムって感じかな。でもね安心しました。結構ね普通の日常に戻ってきてる感じがして嬉しいですね。みんな元気に運動されてます。こんな感じで厳しい隔離があったとしても、1ヶ月弱ぐらいで普通のね日常に戻れるんだったらそっちの方がいいような気もしますね。もう1年とか2年とかずっとコロナ蔓延して普通の生活が送れないよりは、完全に隔離されて、数週間の我慢した方がいいって思う人多いんじゃないのかな。どうなんだろう。ここら辺はチャンフー通り観光通りとは言っても、こっちの、端っこ側はそんなに、お土産屋とかはねまだねない感じですね。現れてこない感じ。ただチャンフー通りのさっきのスタート地点のあたりに一番っていうか有名なレストランマダムランがある感じですね。
まあ、厳密に言うとチャンフー通りではないんですけど、まあ、ほぼほぼチャンフー通りの端っこあたりに位置しております。はあ、おい、今ね、この何だったっけ、ビテスコタワーかみたいなのが出てきました。その横がノボテルですね。営業してるのかな、ノボテルとかは。どうなんだろう。やっぱりね、連休とかで人の、ね、行き来が多くなるとどうしてもコロナ復活しちゃうんでね、怖いですね。チャンフー、なんだこれ、いきなり、別に台風とかあったわけじゃないんだけど、めっちゃボキって折れてますね。寿命かな。ここのレストランかなんかよくわかんないけど、レストランですね、営業してるのかな。そしてこちらは幼稚園ですね。めちゃめちゃ立派な幼稚園。これもね、今はねストップなのかな、こういうのは。とにかくね、朝散歩してる人めっちゃ多いですね。日本もこんな感じなのかな。あんまり日本の早朝ね、で歩いたことないんでわかんないんですけど、とりあえず運動してる。隔離中も1階のなんだろうな、バイク置きスペースっていうか、そこら辺とか普通にうろついてよかったんで、ベトナム人の方ね、朝夕はねかなり運動してたので、日本人より運動意識高いのかな。あ、ちょっと運動してた方が良かったな。めっちゃしんどい。私移動ね、いつも歩いて普通に5キロぐらい余裕なんですけど、結構息が上がりますね。ただね、このね、なんだろう、ビデオを持つ手は結構慣れた気がする。この前よりしんどくないですね。あっちの奥の方がね、半川沿いですね。ちょっと今ちょうど日が昇ってて眩しかったな。おお、ここら辺はほら、みんな運動。ああ、元気になってよかったですねって、なんか病気みたいだけど、この街がね、元気な感じになってよかったですね。連休明けてすぐぐらいは結構しけてたので、まあよかったですね。本当に3週間ぶりだから、街の状況が全然わかんないんで、飲食店とかもね、どうなってることかって感じですね。はい、ここがビテスコタワーなのかな。最後のやつみたいな感じ。まあ、正式に言うとダナンアドミニストレイティブセンターです。はい、ね、ほら、このね、お花がね、たくさん街中にあって綺麗ですね。家にね、あったら癒されそうな感じ。引っこ抜いてほしいですね、全部。これよりこっちの方が綺麗かな、この濃い色。はいはい、広場に出てきましたね。こういう、なんだろうな、気持ちよく運動できるようなスペースが街中にダナンはたくさんあって素晴らしいですね。ああ、無理だ、こんなに朝から元気だな、しんどいわ。はいはい、ここが今ノボテルですね。はい、半川の方、あっちの方がね、歩くのにはいいのかもしれない、散歩、朝散歩には。ワンコもね、朝から散歩してますね。映ってないか。よいしょ。ただね、やっぱりまだ学校が復活してないのかな。登下校する子供とかがいないから、今までのそのコロナ第4波前に比べると人通り少ないですね。朝早くてもね、やっぱりなんだろう、学校に行く子たちの送り迎えでかなりね、朝人多かったんですけど、いないですね。みんな運動してる感じかな。出勤もまだしないのかな。会社員じゃないんで、もう本当に全然わかんないんですけど、出勤もなんかあまりしてる感じないですね。はいはい、
こら辺とかね、ダナン好きの方は何回も歩いたような街並みなんでしょうかね。すごいね、やっぱ都会ですね。まあ、都会都会これ行ってたらもうホーチミンには戻れなくなりそうなんですが、久しぶりの都会モードなんでね、めちゃめちゃ都会に感じます。個人的にチャンフー通りがめちゃめちゃ観光通りっていうねイメージがあんまりわからなくて、このねコロナになってからね来てるので人あんまりいないのでね、なんでチャンフー通りが目利き通りって言われるのかなみたいな、ちょっとなんか変な人いたからちょっと左に行きます。なんかズボンね脱ぎ始めたからちょっと怖いまあね、これはね、なんだろうな、日本にもいますからね、こういうのは。こういうので治安が悪いとは言えないですね。はいはい、ここに地図載ってますね。もうちょっとで半市場の方なのかな、半橋があると書いてありましたね。ほら、みんなこんな感じでチャリンコか歩きか走りかでずっとね人いっぱいですよ。日本もコロナだけどこういう運動する人は多いのかな。ここら辺のねやっぱり学校が閉まってるからちょっとにぎわい足りないって感じかな。一応ここはね大学ですね。ユイタン、ユイタン大学。なんだろう、ここら辺も観光が盛んな時は人いっぱいいたのかな。あまりね想像できないですね私には。ほい、今度はねヒルトンが見えてきましたね。ここら辺ねカフェとかもあるけど開いてないですね。もうお休みしちゃってるのかな。ほらこんな感じでこういうカフェとかはね結構早くから開くはずなんですけど、もうねテイクアウトだけだからやらないのかな、こういった感じのところは。開いて、ここもなんかあれですね、立ち入り禁止みたいな紐が乗ってますね。ここら辺がヒルトンです。これですね、ヒルトンなんかちっちゃめですよね、ダナンのやつは低く見える。そしてこのちょうどなんだろう、いろいろ入り混じった部分に出てきました。最初ねここがちょっと手こずったんですけど、こうね渡っていかないといけないですね。まあ、チャンフー通りはひたすらまっすぐなんで、まあ、大丈夫だと思うんですが、ただあーもうやだ、この人また来ちゃったよ。もうよっぱらいかな。やった、あっち行った、バイバイ。よし、このうちに走ります。逃げろ逃げろ、怖い怖い。よいしょ、よしよし。ここら辺はホテル街ですね、あの高級ホテル街ここがヒルトンの入り口ですね。まあね、朝はやっぱりね涼しいか、日陰は。はい、ここからねヒルトンって書いてありますね。ヒルトンの裏口ですね。ちょちょーん。ヒルトンはねあんまり高くない感じ、高くないっていうのはあの高さがね。おお、ここね良かった。朝早くじゃないと車めっちゃ通ってるからいつも渡るので大変なんですよね。と言ってもどうなんだろう、この時期はいないのかな、普通の時間になっても。
そう、こういう路面店も開いてるんですね。はいはい、では渡っていきましょう。ここから奥が半橋ですね。あそこにインパールがある。はい、では渡りましょう。あ、こっち来たらダメだな、封鎖されてるから。はい、渡ります。もう少なくても怖いな、ここ。よいしょ。ここね、渡っていくと海に行きますね。はい、これ目の前半川、チャンフー通りはこっちなので、ずっとねこの通りを行きます。ここら辺とかも今閉まってんのかな。これはまあどうせ朝はいつも空いてない感じなんでちょっとわかんないけど。はいはい、まだまだ行きますよ、チャンフー通り。ほい、今ね歩いてきたらやっぱりなんだろうな、ジュースとかバンミーとかの移動販売のお店に全然出くわさないので、そこら辺でまあまだ復活してないのかなっていう印象ですね。どうなんだろう、ああいうのって今営業したところでお客さん来ないのかな。なんかイメージ、あの通勤とか通学の人たちが買うっていう感じなんで、なかなか復活しないのかな。ホイアンの方はね、もう店内飲食も OK ってちょっと前にね出てたんですけど、まだまだだな、終わって感じかな。でもね、一時期はね、今回はもうやばいのかなって思ってたけど、もう落ち着いてきてるみたいでね、よかったです。意外とね、3週間はあっという間に過ぎてしまった感じはあるんですけど、なんだろうな、やっぱり外に出れないっていうのはね、時間を無駄にした感がありますね。別に無駄にするほどゴロゴロしていたとかいうわけではないんですけど、なんだろうな、浦島太郎感があるっていうか。そう、ここら辺は多分コロナの今の第4波が関係あるというよりは、もう最初からあれかな、閉まっちゃってんのかな、ここら辺。これとかね、韓国料理屋さんかな。韓国料理屋さんはね、海側の方も結構ね潰れてるお店多いですね。ダナンは今ですら韓国人めっちゃ多いなって思うけど、旅行者いたらすっごい多いんでしょうね。プーコックも韓国人多かったけど、旅行者それとは比にならない感じって感じどこにでもね韓国語書いてあるので。お、来ました。ここがねインドシナリバーサイドモールですね。こういうところは空いてるのかな。まだね、どうせ営業時間じゃないんでわかんないんですけど、ここですね。じゃじゃじゃーん。ここら辺のお店に関してはどうせ朝は空いていないのでちょっとわかんないけど、まあ朝ごはん食べようって言ってもなかなかなさそうですね。ここら辺はやっぱり観光通りみたいな感じだから、あれかな、朝はと思ったけど、やっぱりこのブンチャーカーとか多分朝空いてるから、うん、営業停止中のお店が多いのかな。ここもカフェって書いてあるしね。うん、まあね、カフェに行ってコーヒーを持ち帰るっていうのもちょっとって感じですよね。カフェはスペースを楽しんで多分みんなでおしゃべりする感じだと思うので、なかなか開けてても来ないのかな。うん、ここのね通りは最初ね本当に来た頃にまだね連休前か、コロナが再流行する前に歩いたんですけど、やっぱりその時に比べるとかなりしけてますね。普通に朝食とかいっぱい選択肢あったはずなんですけど、全然空いてないな。人も少ないし、まあなんといっても通学通勤メンバーがいないので、かなり静かな気はするんですけど、自分の予想よりは人通りあるっていう感じかな。はいはい、ここら辺とかはね、まあ、スパとかあるかな。ここら辺のスパはどうなんだろうな、コロナの4波関係あるのかな、それとも最初から閉まってるのか。なんだな、なんか静かな感じになっておりますが、ほら韓国語のね標識すごい多いです。こことかはネイル、かわいい感じ。やっぱりね、ほら
この通り観光通りっていうか、まあ、だんだんねやっぱりおしゃれなお店多いですね。バンミーとかもおしゃれだし、ここら辺の何 A マート、これは多分潰れてますね。普通に家のね目の前のコンビニとかはもう隔離期間中もずっとね開いてたので、お店スーパーとかはまあ多分開いてると思うんですけど、と言ってるうちにね、じゃじゃん、半市場に到着しましたね。半市場の周りも茂てるな。ここら辺も普段であればお花屋さんとかがぶわって出てるし、ここら辺ももうね営業の準備してるっていう感じなんですけど、ここに一つバンミー屋さんが出ている。これくらいかな。おお、この鳩はすごいですね。ちょっとでかい、めっちゃ。はい、ここに1個あるだけで、外にはねまだ出てない感じ。あ、すいません、ズームのまま、ほら外にはねまだ出てない感じですね。はい、ちょっと曲がっちゃったけど、チャンフー通りはずっとまっすぐなのでまだまだ行きましょう。市場はね普通の生鮮品の買い物はできるはずなんですけど、半市場とかの連絡先もね書いてあったので、しけてますね。まあ一応ね市場は空いてるみたいです。はい、ここですね、長半、奥の方は営業してるみたいです。うん、ここら辺にねお花がブワーって出てる感じだったんですけど、どうなんだろうな。まあここら辺はこれから準備する感じは出てるんですけど、まあ静かですね。おい、お、市場ね、こっち側はにぎわってます。ちょっとね見ましょうか、曲がって。こんな感じで、ここら辺はわりかし通常モード感はありますね。びっくりした、鳩に突撃されるかと思った。おお、いつもよりはにぎわい少ないんだけど、一応ね通常モード感は出してきてますね、こっちとかも。ああ、久しぶりにね市場でお買い物できるからいいですね。もうね、あ、ライチが出てますね。ライチ買いたいな。ほら、ちょっとね、まだ黄色いような気もするけど。こんな感じで、一応にぎわっております。はい。ではでは、ちょっとね、今はね、買い物できないので、次行きましょう。次行きましょうというか、まっすぐね、チャンフー通りの方に戻ります。こんな感じでね、お肉出てるの怖いなみたいな、豆腐とかもね出てるの怖いなって思うかもしれないんですけど、これぐらいね朝早く来れば大丈夫です。昼とかにね来るとこういうね出っ放しの肉は危ないですね。ここにも大量のライチが準備されてます。たたー、買いたいな。はいはい、てな感じでね、半市場、生鮮品は普通にありましたね。ただね、市場の中とか入ってまた隔離に呼び出されたりしたら怖いので、できるだけ人混みは避けていきたいと思います。なんか鳩が多いな、ダナン鳩が多いな。鳩は都会に行くと多いのかな。東京とかもね多いイメージありますね。ここもね立派な何幼稚園です。すいません、角度がねなかなか難しい。これをねこう何前と後ろ変えるとねくるって回るから、なかなかあんまり変えるとうざいかなと思って変えてないんですけど、どうだろう。あまりカットしないでっていう風に言ってたので、一応カットしないようにずっとね回しときたいと思います。あ、ここにねまたね屋台が出てきました。ちょっと待って、回らない。はい、回って、はい、はいはいはい、持ち帰りだけいいですよってありますね。バンミー、
カフェとバンミン。すいません、バンミンはねちょっといいや。ここは何かな。ここは別に何でもないか。ほらほらほら、また鳩がいる。なんで鳩を。これはホテルですね。ホテル、これ営業されてないのかな。ストップですね。やっぱり静かだな。おお、これダナン大聖堂だっけな。はい、現れました。これはね、まあ別にコロナ関係なく美しいですね。美しいというか、これは可愛い感じですね。ほら、ダーン。こういうのも今はね、中入れない感じになっていると思います。クラスターになりがちみたいな感じ。はい、ここら辺スーベニアって書いてあるから、まあ、お土産屋さんなのかな。なかなかね、こういうお店は、厳しいですね。コロナがなかなか収まらないから。ここら辺もね、本当にこの第4波前まではあれ開いてたので、なんだろうな、やっぱりしけてるな。でもここら辺から結構ね営業してますね。このケバブとか、ほら、このスーパー系はね営業されてるんですね。そう、そしてね、ここのフーテュー南蛮も営業してます。ただね、店内飲食はやっぱりダメみたいですね。ここは包屋さん、あれ店内飲食してもいいのかな。違うな、これお店の人だからいて、はい、ここはね食べれるのは食べれるみたいですが、違うかな、お持ち帰りだけですね。ここ結構有名な包屋さん。そしてこれがバンミン屋さんですね。結構ね、どこもこのねコムファンとかも持ち帰り用って書いてありますね。はい、今もうどうなんだろう、結構歩いてきたからそろそろゴールになりそうなんだけど、おお、なかなか営業してる店ないですね。こことかはイタリアンレストランかな。もう運動してる人以外はね、なかなかって感じ。やっぱりね、まだ店内飲食はダメみたいですね。ここもフーテューナンマンのお店が開いてるけど、お持ち帰りだけって書いてあるから、ちょっとね後で買って帰ろうかな、せっかくなので。隔離中はね、まあ、基本的にやっぱり自炊が多かったですね。というのも、もう途中からデリバリーすら禁止になったので、どうしてもね自炊するしかなかったので、まあ、こういう感じのお店も開いてます。ただもう本当に店内飲食は禁止なので、しけてる感じですね、街の印象としては。隔離期間中はね、ローカルフードをなかなか食べれなかったので、せっかく出たから食べたいなって思ってたけど、やっぱりね、まだまだ復活というのは厳しいみたいですね。後でね、なんか買って帰りたいと思います。ヌードル系は一応空いてたので、そうしようかな。このね、デリバリーだとローカルフード結構もうね使えるようになってるんですけど、ここら辺は、まあ、チャンフー通り、一番の目利き通りだからか、結構ね、おしゃべ系のお店が多くて、店内飲食専門というか、まあ、店内飲食するだろうみたいなお店、おしゃれ系のお店多いから、なかなか営業というか持ち帰りだけ OK ですみたいなのでも空いてない感じはしますね。暑いな、暑い暑い。ここはちょっと待ってね、もう回らないな。はい、回って、はい、回って回って、 1,2,3。 はい、ここもね、バンクオンのお店、はい、店内飲食禁止ですみたいな感じになってますね。何持って帰ろうかな。ほら、こういう感じの、なんだろうな、ちょっとおしゃれ系のお店が多いですね。
まあどうなんでしょうか。ここをね、1年前くらいに観光で来ましたよっていう人にとっては全然違うみたいな感じなのかな、印象。私ダナン来たのは結構前の話なので、なんだろうな、そもそもねそんなに観光客多くなかったって感じ。そこまでねダナンがめっちゃ有名っていう感じの時じゃなかったので、逆にねすっごい発展したなってびっくりしました、今回来て。だからこれでも前来た印象からすると、まあ、こんな感じなのかなとか思っちゃうくらいですね。はい、ハイランズ開いてません。ここの横はチョートエニャーってなってるからもう店舗がありません。店舗がありませんというかね、もうあの潰れちゃってるみたいです。ここのハイランズもストップ。ハイランズはじゃあ営業してないのかな。まあこういうハイランズとかに関しては多分店舗によっては持ち帰りだけ OK みたいなところあると思うけど、ここはねストップ。私が今住んでるところはいわゆる日本人が多いエリアらしいんですけど、私がねいつも早朝うろうろしたりするので、なかなかね日本人っぽい方を見かけたことないんですが、ダナンはね日本人も結構多いみたいで、日本食のお店も多いので、まあ住みやすいのかなっていうふうには思いますが、でね、まあ、私は日本食とかほとんど行かないから関係ないのかもしれないけど、日本食がねやっぱり多いところは人気ですよね。めっちゃ閉まってますね。さすがにねここら辺全部潰れたっていうのはないと思うからここ日本語書いてあるけど、あら、ちょっと待って、はい、ダナンのお土産マーケットって書いてあるけど、朝廷になってるけど、 ここかな。じゃあもうさよならしたのかな。ここら辺もお土産雑貨コンビニあるけどさよならかな。いつになったらね復活するのかな完全には。ここら辺とかはそのコロナ第4波っていうよりはもうねコロナが発生してからというか、もう去年ぐらいからね始めてるとは思うんですが、さすがにねここまではないと。普段はい、もうやだ。3週間前というか、まあ約1ヶ月前かは全然ねここまでしけてる感じなくて、まあ普通の日常感あったんですけどね。にゃちゃんも前、私が行ったのもう半年くらい前かな、いわゆる観光通りは全部こんな感じだったかな。人通り少なかったですね。まあここまでひどくはないかもしれないけど、今のねこのコロナ第4波でちょっと規制が出てるのでこんな感じで、規制がない時でもにゃちゃんの一番の観光通り真っ青店ばっかりだから全部閉まってる感じで、これぐらい静かだったかな朝とかは。結局何にぎわっていると言えるような場所は当たり前ですがありませんね。まあ集合しちゃダメだからこんな感じなのは当たり前なんですけど、やっぱり寂しい感じはありますね。あーなんか食べたいなって思ってたから超残念。おお、もうね端っこまで来ちゃったかもしれない、なんもないから。ここもハイランズです。ちょっとこれね今日ね調子悪いな、回らないから。おいちょっと待って、1、2、3、はい、はい、ここもハイランズ閉まってます。はい、はいはい、このね大きな
通りまで来ましたね。あ、ここのね通りが大きい通りで、これがドラゴンブリッジかな。おあ、これはハイランズ営業してるのかな、ここは。うん、ハイランズここは空いてるみたいですね、お掃除してるし。ただね、お持ち帰りだけだと思います、誰も人いないので。はい、もうなんということでしょうか、あっという間に障害物というか、もうその何お店とか開いてなかったか、あっという間にねドラゴンブリッジまで来てしまいましたね。見えるかな、じゃーん、到着してしまいました。普通だったらね、あ、これも食べたいみたいな感じで街中にいろいろね露店出てるんですけど、ショートはいかずね。あー、綺麗ですね、今いい感じ。はい、朝日とともにドラゴンブリッジです。綺麗ですね、かっこいい、さすがだなんという感じです。はい、はい、ではね、チャンフー通りをまっすぐ行きますということで行ったんで、もうゴールしちゃったので、最後ねちょっとねなんか買い物っていうかヌードル系とかちょっと空いてるねお店でなんか買いたいなと思います。ここもねめちゃめちゃ車多かったんですけどね、つい1ヶ月くらい前までは。この通りはねめっちゃ都会っていう感じの通りですよね、すごいねおしゃれなカフェとかがたくさんある感じ。ちょっと覗きましょうか、ちょっと待って怖いから走れ走れ。ダナンはね、はいはい、ウェンバンリンですね。ちょっと覗きましょうか。ここはねおしゃれなお店多いので、なんだろうな、観光客の方が行きそうなお店とかもたくさんあるのかなと思います。こういうとこ歩くともうねフェイトはね全然違うなっていう印象ですね。ペッパーランチとかあるし、一応空いてるのかな、お持ち帰り用で開くのかな。鉄板で食べないとねなかなか意味ないような気もするんですが、はい、こんな感じです。もう空いてないみたいですね。うん、はい、こういうカフェも空いておりません。はあ、寂しいですね、せっかくダナン来たのに。1ヶ月くらいは本当にコロナ第4波のおかげで何もできなかったっていう感じ。今ね考えてるのは、うん、コロナでこんな感じで不発だったからね、ダナンはもう一回ね出直そうかなとか思ってるくらい、ちょっとねあーって感じの期間が長かったですね。特に隔離3週間とかもう何のためにダナンにいるのか分かんなくなっちゃったから、うん、久しぶりに、ね、運動すると気持ちいいですね。最初ねちょっと息が積もりそうなくらいしんどかったんだけど、これぐらい歩くとねちょっと復活してきたって感じ。じゃあさっきのフーチューでも買って帰りましょうか。の前にねせっかくなのでちょっと半川のところ、半川ほとりっていうのかな、歩いてみましょうか。ちょうど今日が昇ってめちゃめちゃガンガン照りになってきたんですけど、ちょっとだけねせっかくなので見ていきましょう。相変わらずね綺麗ではあります、景色。まぶしい。はい、回って回って1、はい回った、はい、やっぱおー、ちょっとバイクは多いですね。どうでしょうか、朝のダナンです。あ、ここねこんな感じ、立ち入り禁止みたいな
テープが貼ってあるので、ここ歩いちゃいけないみたいですね。ずっとこんな感じでテープ貼ってあります。入れないみたいだな。じゃあ仕方ないな。ちょっとじゃあ横からドラゴンブリッジ打ちそうか。ん？でもこれはね、どこまで入っていけないのかな。はい、こんな感じです。はい、近くまで来た。タラーン。初めて朝ドラゴンブリッジを見たかもしれない。うん、はい、こんな感じでずっとテープが貼られていますので、中には入れない仕組みとなっております。お、ちょっとこういう子はね、ありかな、可愛いから、うん、私とかはアウトかな。こういう子は許されます。はい、子供もね、学校がないからね、暇でしょうね。最初はね、多分ちょっと喜ばしかったかもしれないけど、今となってはあまりに学校がなさすぎると暇なのかなと、ちょっと同情してしまうほど学校休みが多いですね。学校復活しましたってなったと思ったら、もうね、すぐコロナ再流行でストップみたいな感じですね。はい、まあ、こんな感じでね、歩いていい人もいます。歩いていい人もいるというか、まあ、こういうのは許されますね。綺麗ですね。ほら、ちょうど朝日が昇って、ただね、もうこの朝日が昇る頃にはめちゃめちゃ暑いです。やっと久しぶりに3週間こもっていたので、日焼けがだいぶ取れてきたかなと思ったんですけど、またね、こんな感じで歩くと肩が丸焦げになるそうです。綺麗な感じにね、焼けたらいいんだけど。はいはい、よいしょ。規制されたほど厳しくはなかったっていうのが、まあ、実際のところかな。デリバリーも完全に禁止とは言われたけど、まあ、個人的にお店に連絡して、お店が手配してくれたデリバリーは OK みたいな感じだったし、うん、まあね、結構ベトナムは老人の方には優しくて、何も注意しないっていうの結構多い傾向にあると思うので、公安の方とかにね、おじいちゃんとかはちょっとコーヒー買ってきてみたいな感じでパシってたから、うん、かっこいいなっていうか羨ましかったですね。あー、ダナンは日差しが、うん、みんな中入って歩いてるけど、もういいのかな、テープ貼ってあるだけで。結構ね、皆さん歩いてますね。ただ私とかと捕まえられそうなんで行きませんけど、みんなね、普通に運動してる。ほら、こんな感じでみんな普通に入ってますね。はい、ではここ曲がってチャンフー通りに戻って、先ほどの、フーチュー買って帰りたいと思います。おい、先ほどのフーチュー屋さん、フォー屋さんのとこ来ました。どっちにしようかな。フォーが食べたいような気もするけど、フォーはね、ちょっと高いから。何がある、ブンチャー、ブンチャー開いてないですね。じゃあフーチューに行きましょうか。フーチューに行きます。眩しいな。はい、じゃあフーチューに買いましょう。フーチュー買って帰ります。はい、美味しいのかいな。誰もね、買ってないからちょっと心配になるけど、うん、ここでじゃあ買っていこうかな。どっちにしよっか。フーチュー、いや、フーチュー買う、いや、フーチューの、いや、はい、汁ありのフーチューを頼みました。まあ、持ち帰りだからね、このフーチューコーっていうね、パ
乾麺というか、なんていうんだっけ、あの汁なしの方がいいかなって思ったんですけど、朝はね汁あり食べたいので、はい、うん、こういうのはね本当はここで食べた方がいいんですけど仕方ないですね。ほらこんな感じでね電話番号載ってるので、ベトナム人とかはここに直接連絡すればね、私みたいに家隔離されてもね困らないって感じ。グラブとかね、ナウデリバリーアプリが止まってたので外国人にとってはきつかったですね。はい、作ってくれてます。お、はい、もやしもね茹でてくれたみたいで、久しぶりのローカルフードです、うん、チャーシューとか偉いですね、こんな感じで袋かぶせてくれてる。はい、ッタオバーニュティアン、バーラミン、バーラミン、高いな。これはぼったくりなのか、いや違いますね、ぼったくりじゃないですね、ここに乗ってる、ちゃんと見えないけど、多分見えないですね、映ってないけど3号って書いてあります。高いですね、めっちゃ高い。フートゥーってさ安いイメージあるから高いな。こういうやっぱりチャンフー通りだからかな。乗せてくれてます。お、エビもね乗ってるからまあ仕方ないな。はい、美味しそう。はい、美味しそうです。デリバリーがやってまいりました。はい、ということでフーティーゲットしました。見てこれ、めっちゃ丼に入れてくれた。高いとか言ってたけどね、全然高くないですね、立派なフーティーでございます。イエーイ。はい、ということであとはねお家に帰って食べたいと思います。ここがちょうどダナン大聖堂のところですね。はい、まあねこれでね終わりにしようかなと思うんですが、やはりコロナ第4波収まりつつあるとは言ってもね、まだまだ復活してなくってちょっとしけてる感じはあったんですが、久しぶりに外ねお散歩できてよかったです。またね賑わっているというか、ちょっとね復活した頃のねダナンの街もね街散歩をしたいなと思いました。はい、ということで今回の動画少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。